赤い手帳、山川正夫。その夜は彼は全くついていなかった。木曜日で彼の演出している帯ドラの一週間分の録音をしてしまう夜だった。大体がやっつけ仕事めいた番組だが、その夜の出来はことにひどかった。誰も口に出して言わなかったにせよ、みんな、こんなのは最低かさと内心で思っているに違いなかった。放送局を出たのは、それでも2時を回っていた。同じ方角に帰るタレントやスタッフたちをひとまとめにして、それぞれに車の手配をする。最後の1台に彼は乗った。仕出し役に使ったまだ若い女優が二人、すでに後ろのシートに座っていた。女優と言っても、まだ素人同然の青っぽい卵なのだが、彼女たちは一向に疲れた気配もなく、深夜の自動車の中で大声で笑ったり、ふざけ合ったりしている。どういうわけか、こんな時ほど若い娘たちのおしゃべりや笑い声がうるさく耳についてやたらと腹の立つことはないのだ。彼は口を聞きたくもなかった。まったくこんな時は若い女たちは男どもにとりどうして天使に似た魅力的な存在になりうるのか不思議で、たまらない気がしてくる。一人が降りた。手を振って駆け込んでいく工事は、先月やはり女優の彩君と別れたという売り出しの若手男優のアパートに向かう工事だった。お盛んだな。彼は笑った。望月さん帰っているかしらね。彼の笑いに応えるように、のんびりともう一人の娘が言った。小さく含み笑いをした。望月はその男優の名前だった。彼は初めてその娘を見た。大柄のグラマラスな体で、でも顔はどう見てもまだ子供だった。娘は親しげに彼に笑いかけた。先生？先生は独身？先生か。彼は苦笑していた。だが、演出者をそう呼ぶのは一つの習慣なのに過ぎない。ああ、そうだよ。そう、便利ね、それなら。娘はひどく無邪気な顔で笑った。君はいくつだ？19。老けて見えるでしょ？でもね、本当はまだ18と7ヶ月なの。甘えるような舌足らずの口調が、さっきいくら注意しても治らなかったのを彼は思い出した。娘は少しパーみたいな感じだったが、でも気のいい性質らしく、頼まれもしないのにしょっちゅうお茶を注いだり、机を拭いたりして、まめに動いていた。娘は頭からかぶる薄地の白いセーターを着ていて、その胸が二つの点を中心に急に隆起している。ニコニコと意味もなく笑い続けている。ふと彼は、今夜はこいつと寝てやろうかと思った。君は一人？もちろんよ。お友達はたくさんいるけど。俺もそのお友達の一人になれそうかい？娘はキラキラと目を光らせて彼を見つめ、いたずらっぽく喉で笑う。彼はそのスカートの上から娘のももに手を伸ばした。弾力のある丸い肉の感触が熱い電流のように胸を走る。
娘は何も言わなかった。よし、交渉は成立だ、と彼は思った。あ、そこ、そこで止めて。その時、娘が言った。台本を入れたバッグを膝に置いて、娘は困った顔になった。ごめんなさい。今夜はちょっとまずいの。今夜はここに泊まることになっているの。ここ?ここって君のアパートじゃないのか?そうなの。先約なの。言うなればね。気安い口調で言い、娘は夜の歩道に立つと、バイバイ。また今度ね。お疲れ様。と陽気な声で言った。手をひらひらと振って、そのままそこだけ闇を一段と濃くしている細い路地の奥に、ヒールの高い足をもつれさせるようにして、かけて消えた。畜生、うまく透かし上がる。馬鹿らしくて腹も立たず、彼は笑いながら動き出した車の背にもたれた。だが、一旦火のついたものはもう止めようがなかった。このまま一人きりの下宿に向かうなんて、わびしすぎる。運転手さん、すまないが方向を変えて原宿へやってくれよ、と彼は言った。原宿には時々彼が泊まる年上のあまり売れぬ女優の部屋があった。そのアパートのすぐ手前で彼は車を捨てた。二月ぶりくらいかな、思いながら裏階段を女の部屋へ登っていき、合図のノックをした。しかし、いくら戸を叩き、ベルを押しても、ひっそりと真っ暗なその部屋には何の気配もない。どうやら女は不在だった。ついてねえなあ、つくづく。彼は舌打ちをした。部屋の主は、今夜はきっとどこかのベッドでお休みになっているのだろう。どんな男ともつれ合っているのか、そんなことはどうでもいい。とにかく、ここのねぐらも今夜は塞がっているというわけだ。丸い月が空にかかり、青白い花束のような月光が家々の屋根に砕けている。見ると腕時計は3時だった。いよいよ行けなかった。3時を過ぎてしまうと、早起きをまるで趣味のようにしている下宿の老人夫婦はいくら怒鳴っても、まず絶対に戸を開けてはくれない。しょうがねえ。まさにシャットアウトだ。と彼は思った。すべての暖かい夜は俺を拒み、すべての巣は俺に戸を閉ざしている。あいにくと大した持ち合わせもない。彼には行き場所がなかった。だがその孤独感は妙に潔いような味もあって、別に悪い気分ではなかった。口笛を吹きながら彼は月の光の照る道路の梅雨を歩いて行き、車を拾い、新宿に出た。ラーメンを食べると、モダンジャズの店に寄った。3曲ほど聴いてから、深夜喫茶へと足を向けた。少し、眠るつもりだった。ルックスの制限で、割と明るい店は、タバコの煙が曖昧な渦を作り、ボックスは満員だった。しかし、そのカップルは彼の存在がよほど気になったと見え、それまでのひそひそ話を中止すると、娘がハンドバッグから小さな赤革の手帳を出し、二人はそれで筆談を始めていた。交互にページをめくって何かを書き、それを見てはまた細い鉛筆を受け取る。ことに娘の方は相手が読んでいるとき、じっとその横顔を見つめていて、それは結構楽しげな光景にも眺められた。男は行員風で
黄色いナイロンジャンバーを身につけ、娘は淡いピンクのカーディガンをきちんと、喉元までボタンをはめて着ていた。きっと両方ともまだ17か8かそこいらだろう。一杯のハイボールを空にすると、彼は腕を組み、目をつぶった。すぐ眠った。眠たげな目のボーイが彼の肩をゆすったのは、そろそろ店が営業をやめる午前9時近くだった。プラスチックの扉の向こうに、すでに白っぽく眩しい初夏の朝が来ていて、彼は首筋が傷んでいた。店の客のほとんどは姿を消し、向かい側の席にいた二人連れもその姿がなかった。忘れたのか、汚れた黒い机の上に昨夜見たあの赤顔の手帳が斜めに置かれている。それが不意に彼に昨夜の一切を思い出させた。午前中に昨日録音したあのテープを適当に時間に合わせ切ったり、つなげたりもしなければならない。彼は机のナプキンで鼻をかみながら立ち上がった。机に紙くずを転がし、そのついでに何気なく赤顔の手帳をつかむと、ポケットに滑り込ませた。店を出ると5月の朝の日光が一面に跳ねるような輝きをまき散らして、それが目に痛いほどまばゆかった。大きく伸びをすると彼は局に行くために地下鉄の駅に歩いた。その頃は彼はすっかり手帳のことなどは忘れていた。彼がポケットの中の手帳に気づいたのは午後も3時過ぎになって局の近くのレストランでその日の2回目の食事をした直後だった。小銭入れを探ると指が硬いものに当たった。彼は手帳を引っ張り出し、中を読んでみる気を起こした。椅子に座り直し、改めてコーヒーを注文した。どうして謝るの？私に。パラパラとページをめくると、そんな字が出てきた。その前のページは白く、それが筆談の最初であり、娘の方からの質問であることは、前後から見て、ほぼ間違いはなかった。わかっているはずだよ。節烈な、子供っぽい字が、右側のページいっぱいに大きく書かれている。二人はそれぞれ、一ページずつを潰して、女は左側を、男は右側の自分のページにしていた。大体の見当はつく会話だ。どうやら二人ができたのはごく最近のことらしいなあ。彼はニヤニヤして読み進めた。何も純に謝られることなんかないのよ。それとも私に何か隠してるの？バカ。幸子さんって人に会ったの？わかってるくせに。焼きもち焼き。ジュン、本当に私を愛している？バカ。答えて、ちゃんと。愛している、心から。朝子、幸せ。怖いほどよ。怖い？怖くて痛いの。愛って、ふふふ。本当だね。愛してるわ。愛してるわ。愛してるわ。君のおへそ、かわいかったね。何さ、1センチ5ミリのデベソ。純の呼び鈴。うるさい。何か食べる？サンドイッチ1人前ならまだ大丈夫。いらない。あのね、酒井さん、怒るね。関係ない。明日、朝子さんのパパとママ、きっと怒るね。泣くかな？関係ない。とにかく、恨まれるよ、僕。気にしないでいいの。ああ、
夢みたいだ。なあ。行ってね。いつでも。そしたら行くから。もう少し、このままいよう。このまま、時間が止まればいいのに、ね。嫌なの？何が？あのことさ。さっき決めた。ばっかじゃなかろか。怖くないか、本当に。当たり前。私ね、今とっても安心してるような気持ち。もう純は浮気しないでしょ。酒井さんも関係ないでしょ。とってもいい気持ち。平和。キリがないね。こうしてると。早く、したい。スケベ。どっちが。そろそろ、行く？あのホテルにする？どこでもいい。ねえ、ちょっと、悲しいような気持ちしない？センチ。違うの。あそこ、純を見ると、いつもちょっと悲しいような気持ちしたわ。前から。いや、違うの。嬉しすぎて、悲しいのよ、きっと。じゃあ、行く？行く。ねえ、もう一度、書いて。愛してます、あさこ。愛してます、じゅん。あのね、このお店出たらね、戸を数える間に、キスをしてね。出発、出発。筆談はどうやらそこで終わっていた。手帳は娘のものらしくて、初めの方にはこまごまとした小遣いが丹念に記入してあり、ノート40円、物理参考書210円とか映画ジェイトなどという項目に混ざって、焼き芋15円などという字もあった。最後に後頭部、3年 A、吉田、あさこと署名が入っていた。ませてやがるなぁ、思いながら、彼は奇妙な微笑ましさと同時に、二人がひどく愛という言葉に肯定しているのに、ちょっと意外なものを感じていた。今時こんなにも愛などという言葉を尊重し、必要とする若い男女がいるという事実に、何か今日疲れたような気分だった。だが、いずれにせよ、高校3年というのだから、どうせ17か8だろう。その娘が、何とかかんとか言いながら、結局のところは、父母なんかは関係ないと無視して、好きな同じ年くらいの男と、堂々としけ込みに行くのだから、立派なもんだ。怖くて痛いの。愛って夫婦か。お互いのおへそのことまで書いてやがる。大した玉じゃありませんか。ブラブラと仕事の待つ局へと帰りながら、彼は俺も27か。歳を取ったな、と思った。昨夜うまいこと彼の気を誘ってから、先約のベッドへとかけていった若い娘を思い出した。変に忌々しいような気分で、まったく今時のハイティンなんて何を考えているのかわからない。わけがわからねえや、と思った。でも、それも俺には関係ない。夕方、局を出ると、彼の足は習慣のようにまっすぐに彼を駅に運んだ。そしてやはり習慣が彼に勇敢を買わせた。下宿へと向かう電車の中で彼はその勇敢を広げた。突然彼は息を呑んだ。社会面のある記事に目を吸われていた。昨夜の、正確には今朝の喫茶店で見たあの二人は、今朝新宿のあるホテルで心中をしてしまっていた。吉田あさこ、17歳は担当で胸を刺され死亡していた。彼女の父のやっている雑貨店の店員、湯浅淳、16歳は同じ担当で自分の胸、喉、腹を刺し、
ホテルの女中に発見され、病院へ向かう途中で、やはり絶滅していた。午前8時ごろの事件だった。写真は小さかったが、確かにそれはあの赤顔の手帳で筆談していた二人だった。新聞は、原因は、定時制高校を落第し、将来を悲観した淳君に、朝子さんが同情しての覚悟の心中行きと見られる、と報じていた。繰り返し、その記事を眺めながら、彼は不意に重く透明な波のような衝撃が、その彼を押し包むように襲うのを感じていた。彼がたわいのない、いちゃつきのざれ言と読んだ、あの筆談の文字は、実は、心中を決意した二人の純粋な愛情の言葉だった。奇妙な感動が続いていた。彼はその感動の内容を思っていた。多分彼は人間を殺すほどの激しい愛、相手を殺し、自分も死ぬほどの激しく純粋な愛、そんな愛の存在そのものに打たれていた。そしてその愛が彼の見た、どこにでも転がっていそうな、あの、統制風な平凡な若いカップルの中にも生きていた、というその事実に、愛、愛か、と彼は、口の中で言った。彼にとってそれは、何か信じられぬほど遠くて、タイムマシンにでも乗って、そこをしなければ手に入らぬ、古い昔の記憶の中で、朽ち果てかけている言葉だった。彼は現在の自分を見た。俺はもはや真面目にそんなものを考える習慣さえなくしている。俺の、いや、みんなのしょっちゅう浮き足立っているみたいな上の空の毎日、と彼は思った。他人のことなんかはまるで無関心な、自分の足元をゆっくり眺める暇さえない毎日。もしそんなことに気を取られたりしたなら、たちまち何かから振り落とされ、放り出され、脱落してしまうような過酷で慌ただしい毎日。人間の内部への関心を、いや、人間の内部、そのものを摩滅させてしまうような毎日。愛を滑稽で有害な幻影としてしか取り扱わない毎日。彼は薄い微笑を頬に広げていた。そうじゃないか。あの二人にしたところで、結局のところ愛は手帳の中にしかなかったのだ。その愛は、この現実の外気から隔離されて、現実の中では結局、生き延びることもできなかった。新聞から顔を上げて彼は、あたりの大声で話し合っている会社員風の男たちや、疲労を頬に刻んでいる、放心したような勤め帰りの男女たちを見つめた。ある者は釣り革に手を伸ばしたまま目を閉じ、ある者は新聞に見入りながら、車内の光沢とした照明の光を浴び、彼を揺する振動と同じ電車の動揺に小刻みに揺られている。平凡な毎日のように顔を合わす風景、ざらにある一つ紙の群衆の顔が並んでいる。昨夜深夜喫茶で、初めて見た時のあの二人連れと同じように、それは何の変哲もない他人たちの一人一人に過ぎない。彼らは何を考えているのか、これから何をするのか、一体どんな火が彼らの中で燃えているのか。不意に近くで若い女の元気な笑い声が聞こえた。それが昨夜のあの気安げなグラマラスな女の顔を彼に思い出させた。急に恐怖が彼を包んだ。
その時彼はふとこの電車の中で彼だけが一人の死者のような気がしたのである。ポケットの上から彼はあの手帳をしっかりと握りしめた。飛ぶようにネオンの明かりが窓を流れ過ぎて色あせた空の下に街は急速に夜の色を濃くしていた。